一人が幸せになることが目的だっていうね、自分が幸せになることが目的だっていう人生の、どうも俺納得できないんですよ。なんで納得できないか、それどうも自分が生きる目的は自分が幸せになることだと思う。普段幸せだななんて思ったことないんですよ僕は。そんなことを目的に生きてるのかなととても思えないんです。飛行機の設計家とか機械を設計した人たちっていうのは、こうどんなにその時は善であると思ってやっても、やっぱり時代の風化の中で機械文明そのものの手先になるから無傷じゃないんですよ。呪われた夢なんです、今の人類の夢っていうのは。みんな呪われてますよ、どっかで。美しく呪われた夢ってことが多いんですよ。金を稼ぎたいとかそういうのは全部論外、有名になりたいというのは論外、そんなクソくらいで、そういうことじゃない。会社っていうのはね、金の流れだけで決まっていくから、会社が反映したってしょうがないんですよね。それよりもそこにいる人間たちがちゃんと自分のやりたいこととその能力を身につけていることが一番大事で、それでジブリが魅力がなくなったらさっさとやめた方がいいです。僕も真っ先にやりますからあのスタッフに説明したのはですね、このスタジオのことを書いてるんだって僕は言いつけたんです。最上階にこう魔女のおばあちゃんがいるんですけども、最上ジブリの最上階も鈴木プロデューサーがいるんですよね。僕は鈴木プロデューサーはごく親しい人ですし、もう長い間一緒にやってきましたから、いろんなことを分かってますけどちょっと来てくださいって言われて、あなたのスピードではここではやってきません、あと3ヶ月の間にもっと手早くならないと職業変えてもいいですってことやってますから、それは丁寧な言葉を使うか湯婆婆のように罵るかは別にして同じですよね。インパクトは全く同じだと思うんですよ。人が人を支配するってのはどういうことなんだろうとか、権力ってのは何かとか、悪というものを例えば悪としたら、悪というのは何か、それは銃を突きつけたり刀を突きつけたりするのは分かりやすいけれども、それは10歳の子供の映画の話ではないだろう。そうすると10歳の子供たちが遭遇しているものは何だろう、自分を自分として認めてくれるか認めてくれないかとかいうふうなレベルで考えると、一番端的なのは名前を奪うっていうね。考えるしかないんです。本当に考えると、鼻の奥の血の匂いがしてきます。でも浮かばないものはしょうがないですから、そのうちにひょいっと出てくることがあるんですよね。そのために頑張るしかない。これは僕の勝手な考えですが、人間の脳みその表面の部分で物を考えてる。でその下に無意識っていう層がありますけど、そのさらに下にはもう少し暗い部分があると思ってます。それでストーリーを考えたり映画を作るときに、その意識した部分で作ってるとどっかでつまらないんですよね。ところが無意識っていうのは簡単に出てきてくれないんですよ。うんと困って表面が疲れ果てると中からプッと出てくるんです。でも無意識だけでは足りなくて、その無意識のさらにもっと奥の方から出てくるには相当血の匂いを嗅がないといけないんです。